エカチェリーナ女帝のクリミア行行、ポチョムキン村とは、主に政治的な文脈で使われる語で、貧しい実態や不利となる実態を訪問者の目から隠すために作られた、見せかけだけの施設などのことを指す。見せかけだけのものとは、物理的に存在するものであることもあるし、あるいは資料や統計など、比喩的なものであることもある。この語は、 ロシア帝国の軍人で1787年のロト戦争を指揮したグリゴリー・ポチョムキンが皇帝エカジェリーナ2世の行幸のために作ったとされる偽物の村に由来する。1768年から1774年のロト戦争でクリミア半国はロシア帝国の衛星国となり、1783年にはロシアに完全併合され、 クリミア半島はすべてロシアの領土となった。クリミア半国の併合をエカチェリーナ2世に進言した長身ポチョムキンは、その後に設けられたタブリダ州の知事となりクリミア開発に当たっていた。1787年にはエカチェリーナ2世自らがクリミア視察のために行行を行うことになった。言い伝えによれば、ポチョムキンはこの時、 皇帝や各国中ロシア大使を含む宮廷の一行の船が下るドニエプル川の川西に美しい村々や家々の張りぼてを大急ぎで用意したという。当時はドニエプル川下流やクリミアには人の少ない荒れ地が広がっており、ポチョムキンはこれを隠して皇帝が新たに征服した土地が価値のある土地であること、 征服を指揮したポチョムキンは異業を成し遂げたということを視察する一行に印象付けようとしたとされる。エカチェリーナ2世のクリミア行行の際に一行の行く先で挙げられた花火近代の歴史家はポチョムキン行が本当にハリボテの村を作ったのかどうかについて見解が分かれている。偽物の村という逸話は一般には大げさな話と受け止められており、 ポチョムキンに敵対する勢力が流した悪意のある噂という見方もある。ポチョム近郊は実際に国会北岸やクリミアの開発に多大な努力をしており、ドニエプル川沿岸の農民たちに対して皇帝一行の船が通る前に川岸を整備するよう命じたのがこのような噂になってしまったとする。英語による最も包括的なポチョム近郊の伝記を表した。 サイモン・セバーグ・モンテフィオーリによれば、夜に荒れ地を船で下る一行を喜ばせるために、鮮やかに燃えるカガリビアに物の集落などで川岸を飾り立てた、などという話は架空のものに過ぎないという。19世紀ロシア研究の権威であるアレキサンドル・パンチェンコは、当時の報告書や解雇録などの資料を用い、ポチョムキン村は伝説に過ぎないと結論した。彼はポチョムキンが、 確かに町や村々を装飾したこと、しかし、それが装飾であることは隠さなかったとしている。ポチョムキンは、実際に、国会北岸やクリミアで、要塞建設、戦列艦建造、村落の進行などを図っており、皇帝や側近や外交官らの一行は、実際の成果を見て、ポチョムキンに対する信頼を確かなものにした。このため、ポチョムキン自身は、 ポチョムキン村などは作らなかったと言える。ただし、他の言い伝えによれば、1787年にエカチェリーナ2世がクリミア視察から帰る途中にトゥーラを通った際、知事のミハイル・クレチェトニコフは、強作を隠すために、この種のハリボテで皇帝一行を騙そうとしたとされる。ポチョムキン村という表現は、後のソビエト連邦政府が外国人を欺こうとした。 試みのことを指す時に使われることもある。政府は、すでに社会主義に親近感を抱いている、外国人訪問者らに対して、特別に用意した、そ楽な工場、学校、商店などに案内し、幸せそうな労働者や学生の姿を見せ、これが例外ではなく、普通のソ連の姿であると示そうとした。外国人のソ連国内移動には、厳しい制約があり、こうした、 外国人訪問者らが当局に案内される以外の工場や存落の姿を見ることは不可能であった。ポチョムキン村の例には、例えばナチスドイツが国際赤十字などに公開したテレジエンシュタットゲットーもある。赤十字の視察前に美化工事をされたこのゲットーは実際には劣悪な衛生状態や栄養不足に悩まされ利病率も高く、 絶滅収容所へ行くまでの通過収容所として機能していた。朝鮮半島では、ハンモンテニや軍事境界線の北の海上市の手前に、整った団地や高さ100メートルを超える国旗形容等などを望むことができる。これは、キー道という村で、別名を平和の村といい朝鮮民主主義人民共和国による農村政策の成功を示すものだが、 実態は、宣伝村であり住民はいないとされる。外国人観光客や視察団が訪れる際に、模範的な施設や集落だけを見せたり、人目につくところだけを美しく整備するような、実例には、媒挙に、糸間がない。ありがとうございます。